おかげさまで、ほぼ徒歩での日本縦断登山旅、無事達成しました。記憶が色褪せないうちに反省会をやりましょう。GPS と家計簿のデータを分析し、事前にやっておけばよかったことや、装備の反省点を挙げていきます。まず感想の感想ですが、やれると思ってました。もう少し正確に言うと、計画の勝利です。連続で何日も行動する負荷だけが想定外で、ここを甘く見ていたせいで序盤に腰をやってしまったわけですが、それ以外は無理のない計画を立てていたおかげで計画通りにやれました。何月何日にどこまで行くと事前に全て固めたことで、天候に対する柔軟性は失われましたが、先々の工程に悩まずに済むメリットはデメリットを大きく上回っていたと思います。トータルの活動日数は178日、そのうち休養日や乗り物で移動するだけの日が28日、怪我による停滞が8日間でした。つまり行動した日数は142日間です。ヤマップの GPS の記録によると、歩いた距離は 3100km、獲得標高は 115,949m でした。これを行動日数の142日間で割ると、1日の平均距離は 21.8km、平均獲得標高は 817m となります。体感でも下界のアップダウンがきついと感じていましたが、登山口をつなぐように歩いていくと、断面図はこうじゃなくてこうなるんだということが、数字で見ると明らかですね。下界歩きだけの日を抽出すると、69日間で1844キロ、1日の平均は 26.7 キロでした。一方、山に入った日は73日間で1256キロですから、1日の平均は 17.2 キロとなります。やはり山では水平距離は伸びないものですね。今度は家計簿を見てみましょう。お住まいは宿泊費で、食事付きの場合はそれも込みです。178泊で割ると、1泊平均は6159円となります。このうちテント泊、避難小屋泊は42泊、素泊まりのゲストハウスや1食付きのビジネスホテルが80泊、残りが2食付きの旅館や山小屋で56泊でした。宿泊費と食費が全体の約9割を占めていますね。1食1000円が40食で4万円、2食3000円が56食で16万8000円とすると、食費だけの合計は606,527円、1日平均3407円食べていたことになりますね。基本的にケチらず、栄養バランスというか品目数を重視してヨーグルトやプロテインもよくとっていました。交通費はフェリー代が3回合計で5320円、鹿児島空港から開門駅までと規定のスキップ区間が合計2670円、タクシー代が大峰奥掛道の往復8380円と、阿蘇路から御根島の11970円、あとは宿からピストンで山に登るときや休養日に絡みで歩行距離を稼ぐときなどにちまちま使いました。レジャーは温泉や美術館などです。一番高くついたのが琵琶湖ボートでの敗北6400円で、2番目はアドベンチャーワールドの入場料5300円でした。医療費はぎっくり腰の通院費とコルセット代が合計16580円、マッサージを受けたのが2回で合計9000円、あとは常備薬の補充などです。日用品は電池、ガス缶、防水スプレーなどです。一番高かったのは新しいザックカバー4950円でした。不要になった装備の送料もここに含まれています。衣類は新たに買ったインナー、靴下が合計3100円、散髪が4回で合計5280円、あとはコインランドリー代です。2食付きのプランを積極的に使う方針は大正解だったと思います。土地の美味しいものが食べられるし、品目数も多いし、宿を出なくていいから時間と体力を無駄遣いせずに済みました。絡みで歩くための交通費が結構かかってしまいましたが、これをやらないとまた腰を怪我したり、猛暑でオーバーヒートしたりといった可能性があったと思います。牧歌能力以外で乾燥に必要だったと思う技能はこちら。GPS があれば道に迷うことはほぼありませんが、バリエーションルートや藪地帯の通過と等高線を読んで適切なペース配分を行うのに特殊能力が必要でした。4月から9月というと半分ぐらい梅雨です。あえて雨の日のテント泊を事前にやり込んでいたおかげで、少々の雨予報なら昼まずゴーできました。乗鞍岳のマルクローネと尾瀬の西の先クローネは、どうやら人が滅多に通らないルート、藪漕ぎが初めてでは無理だったと思います。
6月中旬の白山から7月上旬の妙高山にかけてはしばしば山雪を踏みました。今年は雪解けが早かったようでだいぶ楽でしたが、敬愛禅に慣れておく必要はありました。次は事前にやっておいた方が良かった点です。途中で買い替えたわけですが、外付けした靴まで覆える大きなザックカバーは最初から用意しておくべきでした。備え付けのカバーを無理やり使って覆いきれていなかったため、雨で寝袋が濡れるなどしました。タオルはハイドロギンチタン入りのやつを使っていて、確かに匂わないところは優秀なのですが、乾きにくいのが不便でした。乾いていれば結果的に匂いにくいわけで、速乾性のやつにした方が良かったと思います。地方はペイペイの普及率が圧倒的だなと感じながら、面倒くさがって旅の中盤までずっと現金払いでした。早くから使い始めていればかなりポイントが溜まっていたはずです。もったいないことをしました。食べ物をよく噛む習慣を身につけておけばよかったです。テントからスタートする長い行程の朝なんかはさっさと食べ終えた方がいいわけですが、消化すなわち回復効率を考えると、よく噛んでゆっくり食べるのも一つの技術なんですよね。姿勢を改善しておけばよかったです。頭の重さで前に行こうとしていたため、しばしば首の張りに悩まされていました。置きカメラで姿勢の悪さに気づいてからは首が張って辛くなることは少なくなりました。あと姿勢とも関連するのですが、もっと体幹を鍛えておけばよかったと思います。普通に山を歩いているだけだとあまり意識しないんですよね。でも体幹が強くなればメリットが多そうな気がしていて、これから鍛えていきたいと考えています。続きまして、装備の反省点がこちら。スマホカバー、防御力が高いかなと思って手帳型にしていたのですが、雨に激弱でした。この部分が水分を溜め込んで閉じるたびに画面を保湿してくれるのです。あと厚みが増したことで出し入れが若干やりづらくなりました。スマホカバーは縁高のタイプがいいんじゃないかと思います。バーゴワークスのトレイルポットを持って行ったのですが、セットのフライパンは使えませんでした。一度だけ鹿児島のキャンプ場でマグロを焼いた後はもう出番なし。料理スキルが高ければ活用できたのかもしれませんが、少なくとも今回はクッカーだけで十分でしたね。圧縮袋は通常の衣類用と防寒の衣類用2つ使っていたのですが、結局通常の衣類はほとんど圧縮しませんでした。ダウンの類じゃないと減る傘はたかが知れていて、いちいち4本のベルトを締めるのも地味に面倒なんですよね。ほんのわずかとはいえ圧縮機能の分無駄な重量でした。山に限らず林道でも虫がすごくて、虫除けスプレーを買ったのですが、ほとんど効果を感じられませんでした。ツイッターで聞いた話によると、オニヤンマくんが有効とのこと。来年の夏に試してみたいと思っています。最後に今回の経験を踏まえて、日本縦断を徒歩でやるメリットとデメリットを述べていきます。まずデメリット、ご存知の通り時間がかかります。行動日数のうちおよそ半分山に入って6ヶ月経ったわけですが、登山を一切しなくても3ヶ月強はかかるでしょう。それから機動力が絶望的です。基本的に寄り道をする余裕はないので、 SNS でのおすすめの店やスポットの募集は一切しませんでした。自販機もコンビニもないところには鉄塔鉄備ないので、飲み物や食料は早め早めにまとめ買いをしておかないといけません。最大の脅威は交通事故です。山間部や峠道はガードレールがない場合がほとんどでした。人生で最も交通事故リスクの高い半年間だったと断言できます。乗り物を回収しなくていいというのが最大のメリットと言えるでしょう。つまり重装が可能であり、山を越えて次の町へ進む充実感は忘れられません。それとこんなことでもしない限り生涯縁はなかったであろう。いろいろな宿に泊まれたのも良かったです。概して交通の便の悪い場所にある宿は信じられないほど安いのに美味しい食事がいただけました。あと徒歩で山へアプローチしたことで、その山が地域あるいは国土の中でどんな場所にあるのか知識にとどまらず足で感じられたのもいい経験となりました。といった感じで今回は以上です。役立った装備ランキングや今回の旅で学んだ栄養学、安眠のテクニックや山に限らない長旅のコツなどはまた改めて動画にしていきますので、ぜひご覧ください。それでは最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。